皆さんおはようございます。6月の12日水曜日です。今からトヨタスタジアムに向かいます。天皇杯2回戦名古屋グランパス対ジャパンサッカーカレッジの試合を見に行きます。今日は午前中お仕事をして午後半日有給をいただきました。本当にありがとうございます。非常に助かります。天皇杯ということで普段の J リーグとかの試合とは違ってプロと、アマが戦える大会、こういった大会本当にジャイキリが起きやすい大会でもあって、実力差はあるかもしれないんですけども、見ている側からしたらハラハラドキドキの面白い一戦になるんじゃないかなと思っています。名古屋相手にジャパンサッカーカレッジがどこまで戦えるのかも注目ポイントとして今日見ていきたいと思います。先に今回の動画についてお話をしたいんですけども、この天皇杯普段の J リーグとの試合とはまた違って撮影ルールがすごく厳しいものがありまして、いろいろ調べたんですけども、J リーグと一緒で試合中の動画とかを SNS に上げるのはもちろんダメなんですけども、選手たちの写真を、撮るのは OK なんですけども、それを SNS に上げるのが、禁止というちょっと厳しめなルールがあるんですけど、動画の方もそれに該当すると思いますので、今日は普段動画に収めている試合前のアップのところとか、試合後の挨拶のところとか、そういったところもちょっと映すのが難しいかなと思いますので、それ以外のところだけで今回動画を作ろうかなと思います。普段作ってる動画もそんなに褒められたものではないんですが、今回はかなり薄味の動画になると思うんですけども、その点はご了承いただければと思います。ではトヨタスタジアムの方に今から向かいます。行ってきます。名古屋グランパス対ジャパンサッカーカレッジ、リスペクトフラッグを先頭に審判
伝わればいい。